どうも、キテアンカンフージェネレーションです。それでは早速やってまいりましょう。エクストリームカルチャー K-POP 編、アニョハセヨ、よろしくお願いいたします。いやー、韓国語でこんにちはと言わせていただきましたけども、僕こう見えてですね、大学生の時に韓国語を第二外国語として勉強してまして、あの時めちゃくちゃ頑張って勉強してたんですけども、今やすっかりその記憶が抜け落ちておりまして、あの時の記憶どこ行っちゃったんだろうなって感じなんですけども、今日はですね、そんな韓国のポップミュージック K-POP の解説をしていこうと思います。皆様 K-POP 好きですか？ね、僕なんかはね、特別好きという感じじゃないかったんですけども、僕の母親が一時期すごく東方神起にハマってまして、その時に一緒になんかこう DVD とか見てたなとかいう感じなんですけども、今日はですね、この本を読んで、解説していこうと思います。その本がこちらです。はい。K-POP はなぜ世界を熱くするのかという本なんですね。こちらはですね、特定のグループを取り上げて、解説しているというわけではなくて、K-POP という現象、K-POP という文化って、なんでこんなに人気なのかっていうところを分析しているような本なんですよね。今回はこの本を読んだ上で、よりギュッと要約しまして、簡単にまとめまして喋っていこうかななんて思っております。まあ、僕みたいにあんまり K-POP を普段聞かないよという方もですね、この動画見ればもしかしたら K-POP ちょっと気になるなと思うかもわかりません。ぜひ最後までご視聴いただければと思います。それでは早速やってまいりましょう。はい、というわけで K-POP の解説始めていこうと思いますけども、まず、ね、K-POP の解説入る前に、そもそも韓国ってどんな国なのってところをね、前提として、押さえておきたいななんて思います。韓国、そして韓国の人々はね、どういう特徴があるの、どういう国民性なのかというとですね、3つの特徴があるんですね。まず1つ目がですね、パリパリ精神があるんですね。これどういうことかというと、韓国語でパルリって言葉がありまして、それがですね、早くって意味なんですよね。つまりすごくせっかちだよってことなんですよ。例えばメールよりも電話をよくするよとかね、そういうせっかちな部分、即実行するようなね、部分があるんですよ。これはつまりね、すごく行動力が高いってことなんですよね。この行動力の高さがですね、ファンの行動力の強さにもつながっていくわけなんですよ。そして2つ目がですね、経済的に急成長してきた国だよってことなんですよね。これどういうことかっていうと、経済的に急成長するということは、新しいものを受け入れやすいっていうことなんですよ。例えばですね、何か一つの商品がヒットすると、それの模倣店が一気に増えるってとこも韓国の特徴なんですよ。日本でもね、ちょっと前にタピオカが流行った時に、もうそこら中タピオカのお店になったことあったじゃないですか。もうまさにそんな感じですね。何かが流行るとそればっかりになる。そういうどんどん新しいものを受け入れていくよっていう国民性なんですね。そして3つ目がですね、国内の市場が小さいってことなんですよ。これはつまり、最初から海外を相手にせざるを得ないってことなんですよ。国内の市場が小さい、人口も日本の半分ぐらいですから、国内だけを相手にしたら経済というかビジネスがあまり成り立たないんですね。だからこそ最初から海外を相手にする前提でビジネスやってるわけですよ。逆に日本はですね、結構人口いますよね。1億何千人います。なのであまり海外に目を向けなくても、日本だけに目を向けていれば、まあ、成り立っちゃうビジネスもいっぱいあるんですよね。まあ、これが良くもあり悪くもあるんですよね。まあ、国内だけでしっかりビジネスが成り立つってもいいんですけども、国際展開とか考えるとね、ちょっとそこに乗り出しにくいっていうのが、まあ、日本の特徴でもあるんですけど、つまり韓国の人々は行動力がすごくあって、新しいものを受け入れやすくて、なおかつ海外に目を向けざるを得ないってことなんですよね。そんな国で生まれた K-POP なんですけれども、たまにですね、 K-POP は国策だっていう人もいるんですよ。確かに韓国政府はですね、 K-POP をはじめとした文化に対してすごく手厚く支援している、サポートしている国でもあるんですよ。このサポートの始まりがいつからかというとですね、1997年 IMF 危機がきっかけなんですよ。
この IMF 危機何かっていうとですね、アジア通貨危機のことなんですけど、簡単に言うと為替のレートが暴落しまして、それによって経済危機が起きたってことなんですけど、この経済危機によってですね、韓国国内の企業がいっぱい倒産しまして、さらに財閥も解体になるというえらいこっちゃになったわけですよ。それを受けて翌年、1998年にですね、キム・デジュン大統領が就任するわけですよ。そこで、キム・デジュン大統領が文化大統領宣言っていうのをするんですね。これはですね、IMF 危機からのもう再建のための政策として、文化にこれから韓国は力を入れていきますっていうのをね、大々的に宣言したんですけど、これによってですね、国家の基幹産業としてコンテンツ産業が位置づけられたんですね。そして翌年の99年には文化産業復興基本法っていうのが制定されたわけですね。これどういう法律かっていうと、2003年までに5000億ウォン、当時のレートで言うと約475億円を文化に投資しますっていう法律だったんですよ。文化に投資するっていうだけでも前例がなかったのに、めちゃくちゃな金額をですね、一気に投資しますよっていう法律作ったんですね。そしてその後ちょっと時間は経ちますけど、2007年に文化産業復興基本法が改定されまして、どう改定されたのかというとですね、中小企業のコンテンツ事業が海外進出する時のコンサル費用をですね、なんと最大 80% まで政府が負担しますっていう法律にしたわけですよ。つまり海外進出しやすく改定したわけですね。ここもさっき言いました、韓国は海外に目を向けざるを得ないよっていうところとね、ちょっとリンクしますよね。そして2年後、2009年には韓国コンテンツ復興院っていうものが設立されたんですよ。これ何かというと、国内アーティストの海外ツアーの費用の援助だとか、現地のプロモーションの支援だとか、オンラインチャンネルの運営だとか、まあ、新規市場進出のサポートだとか、そういういろんな手助けをする機関なんですよ。このようにですね、1998年のキム・デジュン大統領の就任から少しずつ少しずつ文化への支援、サポートを手厚くしていったわけなんですよ。そしてこの手厚いサポートがあったからこそ、K-POP がしっかりコンテンツとして育っていったわけなんですね。さあ、そんな韓国の音楽事情はどうなのかというとですね、実はチャートが2つあるんですよ。これ何と何かっていうとですね、音源チャートと音盤チャートがあるんですね。音源チャートっていうのはデジタル配信のチャートで、音盤チャートっていうのは CD のチャートなんですよ。なので日本のオリコンチャートは音盤チャートの方に入るんですよね。で、どっちが重要度高いかっていうと、音源チャート、デジタルの方なんですよ。なぜかというと、韓国はサブスク大国なんですね。みんな基本的にサブスクサービスを使って音楽聴いてるわけですよ。だから韓国国内にね、全然 CD ショップないんですって。そこがですね、まだその CD 文化が根強く残ってる日本とは違うとこなのかなと思いますけども、そんなデジタルのチャートが優先されてるので、ファンの皆さんどうやって応援してんのかというと、例えば推しのグループの新曲が出た瞬間、サブスクで解禁された瞬間にですね、ファンのみんなで一丸となってですね、サブスクのチャートの上位を狙うわけですよ。新曲発売しました、サブスクで解禁しましたってなった瞬間にですね、パソコンとスマホとタブレット、それぞれ別の ID でサブスクサービスにログインしまして、チーム一丸となってですね、同時再生するわけですよ。同時に一気に再生することによってチャートの上位に上げていこうという作戦なんですよね。こういうね、ファンの皆さんの熱心な応援の行動のことをスミンって言うんですよね。なので一斉にそういうスミンを行うことでチャートの上位狙っていくということなんですけど、日本人からするとね、もはやそのチャートランキングの上位ってあんまり意味なくないですか？なんかオリコンチャート1位ですとかなってもね、昔はすっごい枚数売れて1位になったんですけど、今はそんなに売れなくても1位になれちゃうじゃないですか。だからね、なんでそんな韓国の人はランキングにこだわるんだろうって思うかもしれないですけど、このランキングの上位になるってことがめちゃくちゃ大事なんですよ。それはなぜか、ランキングの上位になると音楽番組の出演につながるんですよ。と言ってもね、日本人からしたらね、音楽番組に出るってこと、まあすごいことですけど、そんな言うほどかいって思うかもしれないです。
でもですね、K-POP のグループにとって、チャートの上の方に入る、そして音楽番組に出るってことはめちゃくちゃ大事なんですよ。なぜかというと、音楽番組独自のチャートもあるんですね。その音楽番組独自のランキングで1位を取って初めて世間的に売れたってことになるんですよ。そんな韓国にはですね、韓国ならではの事情があるんですね。それが兵役と7年のジンクスなんですよ。兵役はですね、皆さんご存知かと思います。満18歳から対象になりまして、満28歳になるまでに入隊しなきゃいけないという韓国の制度ですよね。これですね、どういう訓練をするかによってだいぶ期間が違いまして、例えば陸軍とか海兵隊になりますと18ヶ月、社会服務要員というものだと21ヶ月、そして専門研究要員だと36ヶ月というですね、約1年ちょっとのものから3年がっつりやるというものまで結構幅があるんですけども、まあ日本人からしたらね、まあ1年ちょっと軍隊に行って戻ってくればええやんけって思うかもしれないですけど、先ほど言いました韓国の人の国民性、2番目に言ったね、新しいものを取り入れやすいよって言いました。これは裏を返せばトレンドの移り変わりがめちゃくちゃ早いってことなんですよ。そしてそんなトレンドの変化の激しい韓国においてね、1年ちょっと、下手したら3年間表舞台から姿を消すっていうのは致命的なんですよ。だからこそ特に男性 K-POP グループはこの兵役をいつどのタイミングでやるのかっていうのがめちゃくちゃ大事になってくるんですね。さらに7年のジンクス、これどういうことかというとですね、2009年に公正取引委員会がですね、大衆文化芸術人の標準専属契約書に沿って契約をするように定めたわけなんですよ。まあちょっと難しい言葉連続しましたけども、まあどういうことか簡単に言うとですね、芸能活動は最長7年までに限定されるってことなんですよ。ただこの契約延長できないわけじゃないんですよ。ただですね、契約延長するアイドルはめちゃくちゃ稀なんですよ。基本的には7年目にメンバーが脱退したりとか解散したりとか自然消滅しちゃうってこともあるらしいんですね。だからこそファンの皆さんは最初から短い期間しか応援できないってことが分かってるわけなんですよ。だからこそこの兵役と7年のジンクスを乗り越えて長い期間活動し続けるグループっていうのはめちゃくちゃ貴重なんですよね。まあ、特に男性グループにとってね、兵役はすごく重要な問題なんですが、2019年にBTS メンバーの兵役免除を求める運動っていうのが起きたんですね。まあ、BTS といえばね、今や世界一の男性アイドルグループと言ってもいいかもしれないですけども、そんな BTS でさえ兵役の対象になってるんですね。それに対してファンの皆さんはですね、BTS を軍に行かせるなという運動を起こしたわけですね。もともとオリンピック選手とかクラシックの音楽家とか、そういう芸術とかスポーツの世界でね、好成績の人には芸術体育要員含むっていう特例があったんですよ。これどういうものかっていうと、さっき言いました普通の軍に入るとですね、1年ちょっととか3年間はやっぱり行かなきゃいけないんですよ。でもこの特例はですね、4週間の訓練でいいよってものなんですね。つまりたった1ヶ月でいいんですね。なので実質的な免除だって言われてるんですよ。ただこれは芸術とかスポーツの分野に限られてたんですね。ポップミュージックのアイドルグループに適用するのはなかなか難しかったんですよ。しかし2020年ですね、国内外で韓国のイメージを大きく向上させたと文化体育観光部が認めたアーティストの兵役を30歳まで延長する法律っていうのが成立したんですよ。もうね、 BTS はすでに韓国のイメージ向上に貢献してますから、 BTS の兵役延期っていうのが実質的に決まったという法律なんですね。つまりファンが国を動かしたんですよ。そんな K-POP のグループにおいてお祭り期間っていうのがあるんですね。その期間を何というかというと、カムバックというんですよ。通称カムバ期間とも言うんですけども、このカムバックという言葉、日本人からするとね、どっかから戻ってくるのかなとちょっと軽い気持ちで捉えちゃうんですけど、このカムバ期間がとんでもないお祭り期間になるわけですね。じゃあそのカムバック、何をもってカムバックするのかというと、新曲発表なんですね。つまりカムバックっていうのは新曲リリースのことなんですよ。
いや、新曲出すたびにそんなお祭り騒ぎなんかいって日本人からしたら思うかもしれないですけど、この新曲発表のカムバックがめちゃくちゃ大事なんですよ。K-POP のグループはですね、この新曲発表のカムバック期間とそれ以外の空白期間っていうのがはっきり分かれてるっていうのがその特徴なんですよ。だからこそ、そのいつカムバックしてくるんだろうってファンは首を長く長くして待つわけですね。さあ、そんなカムバックのお楽しみの一つがですね、ビジュアルの変化なんですね。メンバーの見た目がめちゃくちゃ変わるわけですよ。例えば髪型、髪色、衣装だけじゃなくてですね、音楽性とかね、もうガラッと変わるわけですね。このビジュアルが変わるっていうのがまた楽しみでもあり不安でもあるわけですね。自分好みのビジュアルに変われば嬉しいですよ。でもちょっと自分の好みじゃないビジュアルに変えられたらね、ちょっとたまったもんじゃないんですよ。この新曲を出すたびに見た目がガラッと変わるっていうのはね、日本だとあんまないですよね。ただ韓国だと新曲出すたびにそれヒヤヒヤするわけですよ。だからこそいつでも同じ状態の推しに会えるって保証がないわけですよ。例えば2012年には21のね、ダラさんがもともとロングヘアの綺麗な髪だったんですけど、終わる時のカムバックの時に髪の毛の左半分を剃り上げるってことをしたんですね。そういうね、衝撃的な大変身もあるわけですよ。そしてこのカムバック、1回のカムバックでなんと数千万円もの予算がかけられてるって言うんですよ。だから新曲がもしこけちゃったりしたらですね、もう次の新曲出せないわけですよ。つまりもう推しに会えなくなっちゃう可能性があるんですね。だからこそファンの皆さんは新曲出すたびにですね、音楽番組のランキングで1位を目指してちゃんと結果を残そうとするんですよ。だからスミンを頑張るんですね。そしてこの新曲発表カムバックですね、ただ単に CD 出すだけじゃないんですよ。さっきですね、数千万円予算かかってるよって言いましたよね。これ何にかけられてるのかっていうとね、いろんなところにお金かけてるんですよ。まず新曲をそろそろ出しますよって予告を作るわけですよ。それがティザーなんですね。ティザーは英語でじらすって意味なんですけど、例えば新曲の予告動画とかね、デビュー前のグループだったらメンバー一人一人をですね、定期的に発表したりとか、そういうカムバックとかデビューの期待を煽るような映像のことなんですよね。そしてそのティザーでじらしてじらして、期待を煽って煽って満を持してミュージックビデオを出すんですよ。このミュージックビデオに韓国はめちゃくちゃ力入れてるんですね。実際にですね、2020年に1億回再生以上された曲がですね、K-POP では19曲もあったんですよ。同じ年の日本、なんと4曲しかなかったんですね。NiziU の Make You Happy と、ヒゲダンの I Love と、米津玄師の感電と、リサのホムラ、この4曲だけだったんですよ。なんでこんなに YouTube の再生回数韓国の方が多いのかというとですね、音楽番組のランキングに YouTube の再生回数も加味されるわけですよ。だからこそファンの皆さんはサブスクサービスで音楽聴きつつ YouTube も見なきゃいけないという大忙しなわけですよ。そんなミュージックビデオめちゃくちゃお金かけられてるんですね。通常だと700万から800万ぐらい、大手のグループになると1000万円を超えるわけですよ。さらにめちゃくちゃ有名なグループになってくると7000万円ぐらいかけられることもあるらしいんですね。つまりミュージックビデオにとんでもなくお金をかけてるんですね。じゃあ日本はどうなのかというとですね、有名監督の有名なアーティストのミュージックビデオでも韓国の半分ぐらいの予算らしいんですよ。しかも日本のミュージックビデオって海外でなかなか見られないらしいんですよね。でもですね、韓国の K-POP のミュージックビデオは世界中どこでも見られるんですよ。このね、世界中どこでもいつでも見れるっていうのがめちゃくちゃ強いんですね。だからこそ K-POP のグループのファンは世界中にいるわけですよ。そしてティザーを出してミュージックビデオを出した後に CD を出すんですね。この CD、単純に音楽聴くだけのものじゃないんですね。その時のカムバックの世界観をものにしたグッズっていう位置づけなんですよ。つまりミュージックビデオの世界観を圧縮したグッズとして CD が出されるんですね。そして CD を出して終わりじゃないんですよ。韓国にはショーケースって文化があるんですね。これ何かというと、メディア向けの記者会見プラス新曲のお披露目会なんですよ。
そこでね、フォトセッションがあったりとかね、インタビューがあったりとか、たまにミニゲームやったりもするらしいんですよ。こういうショーケースでその新曲のコンセプトとか、衣装だとか、パフォーマンスっていうのを見ることができるんですね。このショーケースもですね、世界同時配信してるんですよ。こういうところもですね、韓国の海外に目を向けざるを得ないよってところが出てますよね。さらにさらに K-POP にはですね、いろんな派生動画コンテンツがあるわけなんですね。例えばチッケムってものがあるんですよ。これ何かというと、一曲丸々推しだけを映した映像なんですよ。普通ね、ミュージックビデオとかでもですね、全体を映したり、個人のショットがあっても一瞬だったりするじゃないですか。で、ある特定の推しだけずっと見たいのになっていうファンがいるわけですよ。そのニーズに応えるためにチッケムというですね、その一曲の間ずーっとその人だけ追うカメラがあるわけですよ。それがメンバーそれぞれ分あるんですよ。さらにリレーダンスっていうのもあるんですね。これはですね、メンバーが縦に並んで一人ずつ踊るっていうものなんですけど、結構そのアドリブ性が問われるので、メンバーがこう慌てふためく様子とかね、こうキャッキャしてるところを見れるっていう、こうたまんないコンテンツなわけですよ。まあ、他にはですね、100秒で見る〇〇っていうのもあるんですね。これはそのグループについて代表曲とかをですね、100秒でまとめてるっていう動画なんですけど、これが新規に優しいのよ。こういうですね、ミュージックビデオとか CD だけではなくて、チッケムとかリレーダンスとか、そういう派生コンテンツも充実してるっていうところが K-POP の大きな特徴でもあるんですね。さらにさっき言いましたミュージックビデオ、世界中どこでも見られるよとか、ショーケースを世界同時配信するよということで、海外のファンにもめちゃくちゃ優しいんですよ。だから K-POP はですね、布教しやすい、さらに沼りやすいんですよ。そんなファンの集団、組織があるんですね。その集団のことをファンダムって言うんですよ。配信のアーカイブに字幕をつけるファンがいるんです。ホームページマスターという人もいるんですね。肖像権的にはかなり黒に近いグレーゾーンではあるんですけど、日本人がイメージするプレゼントとはわけが違うわけですよ。一度の失敗も許されない。一度の出現も許されないという超過酷な世界で生きていくわけですよ。アイドルがどんどん息苦しくなってですね、どんどん孤独になっていくわけですよ。 K-POP これからどうなっていくのかというと、そのキーワードがですね、グローカライゼーションなんですね。韓国が生んだ全く新しい音楽スタイルの形になりつつあるんですよね。